8分の1計画第3次募集中。私ちょっと見てくる。うん。8分の1計画。そうです。現在の8分の1に縮小するんです。人間をですか？そうです。人間を縮小するなんて非人道的だわ。ここはどこ？あなたたちは誰？おめでとう。私のカメラと鉛筆、なぜこんなに大きくなったんですか？カメラと鉛筆は元のままです。あなた自身が小さくなったんです。え？正式なルートを踏まずにパスポートなしで入り込んできたことが分かったんです。私、間違えてエレベーターに乗ってしまったんです。さあ、これでこの箱を縛ってあの窓から降りるんだ。とっても会いたい人がいるんです。お願いします、お願いします。ひどいわ。ゆりちゃん、この風船君にあげるよ。一平、ゆりちゃんのことも言うな。幽霊と話してる暇はないんだ。デスク、デスク。何を言うんだ。たとえ私の体が小さくなっても喜んで迎えてくれると思って死ぬ思いで出かけていったのに、みんなひどいわ、ひどいわ。ゆりちゃん、おい寝かしとけよ。駅の階段から落ちるなんて、彼女疲れてるんだ。純ちゃんも一平君も小さくなったのね。よかった、よかったわ。私もう寂しくなんてないわ。一平、あ、もう一度一緒に出てこいよ。オッケー。古い記録によると、巨石文化時代の人類は身の丈18メートル、身の幅が5メートルもあったという。